はい、ウイちゃん TV レゴスターウォーズスカイウォーカーサーガ攻略ということで、今回はですね、2回目になりました。アナキン・スカイウォーカーのですね、ポットレースですね、ブンタ・イブ・クラッシュ、ということで、これをですね、100% コンプリートを目指してですね、頑張っていきたいと思います。はい、今回のですね、完全攻略はですね、ブンタ・イブ・クラッシュ、ということで、アナキン・スカイウォーカーのですね、ポットのレース、というところで、クリアしていきたいと思います。内容的に言いますと、まずですね、スタッドのコンプリートですね、これでですね、コンプリートをして、そして真のジェダイを目指します。はい、そしてですね、ステージチャレンジというところで、加速装置ですね、アクセレーターをですね、通ってですね、加速していくというものなんですけども、ここを通るとですね、1つ目がアバーヨ、そして2つ目がスカイウォーカーだ、そして、3つ目がテイクオーバーというところで、名前がついています。これはアクセレーターの名前ですね。名前というか、そこで飛べばですね、チャレンジクリアということになります。はい、そしてですね、ミニキット5個ですね、これをゲットしていきたいと思います。ブルーレゴ6個揃えばですね、このステージ完全攻略 100% コンプリートということになります。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。登場人物はオビワン、そして、ジャージャー、そしてクワイガンですね。はい、王族の救出、通称連合に捕らえられたアミラ城を救出するというところですね。今回もですね、100% コンプリート目指して頑張っていきたいと思います。ですね、とりあえずストーリーモードをですね、サラサラサラと言ってですね、そして、おっと OK 行きましょう。サラサラサラと言ってですね、フリープレイモードでですね、チャレンジをクリアしてですね、ミニキット、そしてスタッド、そして真のジェダイになっていきたいと思います。一旦ですね、ストーリーを攻略してというところですね。はい、これどっちを止めて、ちょっと待って、どこ行ってるのか分かんなくなっちゃった。喋ってると分かんなくなっちゃった。はい、行きます。やっぱだいぶ綺麗になりましたね、レゴね。もう背景がほんとほら、むちゃくちゃ綺麗ですよ。鳥まで飛んでますよ。ほらほらほら、すっげえ綺麗。はい、アミダラ待ってますね。早く行きましょう。はい、早く行きましょう。はいはい、分かった。はい、はい、行きましょう。はい、おっと、何でしょう。ハンガーに向かっているなら、そうでした。これ、ですね、R2 を押すとですね、こうやってですね、ライトセーバーを投げることができます。はい、いますか、まだ。はい、まだいましたね。そして、はい、OK。そのようですが、誰が助けてくれたのでしょう。はい、行きましょう。怖い感じですね。はい、ジャジャミックスもいます。そしてアミナラ女王ですね。右がパドメ、そしてキャプテンパナカというところですね。はい、行きましょう。はい、張り切って行きましょう。張り切っていきましょう。女王の身が危ない。危ない。はい、さっさと行きましょう。そしてですね、ステージをですね、早くクリアしたいですね。はい、アミナラ早いです。むっちゃ早いです、この人。なんて速さだ。お、またドロイドだ。いけ。ちょっと違うやつ持ち上げてしまった。ドロイドを持ち上げるつもりが、どこだドロイドは。殺さないでくれ。せっかくあってくれてました。間違えちゃった。ほら、あなたたちがいるから間違えるでしょ。あららら。もうたまんないぜ。確かね、こっちにね、いるんだよね。ほら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 、いましたいました。私何がしたいのかと言いますと、このフォースをですね、こう、あれ、はい、フォースを、ちょっと待って。これじゃ、だからもうだから、ちょっと待って、こっちにもいるんじゃないか、いないか。あ、いなかったね。だから丸を押すと、まあ PS4 のコントローラーですけども、丸を押すと相手ぶっ飛ばすんですね。そしてですね、ちょっとね、いないね。
周りのこのブルーになるわけじゃないですか。あ、周りがね。はい、ここにもいますね、多分。ここにもいます。はい、まずここにもいます。ここにもいます。はい、で、これで一発おらそして投げるもう一発はい、もういませんね。いや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 、なんかね、いつも思うんですけど、これね、ありがとうねとか、ご苦労様ですとか言わないかな。普通言うのよね。普通言うと思うよ。うん、阿弥陀羅さん、まああなたも、あ、もまあ本当の阿弥陀羅じゃないからね、まあいいけどさ。はい、ここも行きます。はい、OK。 俺だったら最高ですな、このフォースは。はい、行きましょう。はい、ロイヤルスターシップ行きましょう。コルサントの旅、どこに行ってるのか分かんなかった。アミダラ女王をシードハンガーにある輸送船へ送ると。はい、ストーリーを続行する。はい、ロイヤルスターシップですね。これかっこいいですよね。映画で見たとき、ほんと綺麗だなと思いましたね。はい、封鎖船です。リック・オーリーですね。はい、映画で見ましたね。ここね、R2D2 が出てくるところですよね。はい、壊してますが修理しろっすもうちょっとね、やっぱね、これスターシップもうちょっとでかかったんですよね。はい、もうちょっとでかいでした。はい、もうボロボロです。ハイパードライブ故障ですね。はい、これをですね、修理をしにタトゥインに行きます。辺境の小さな星で連合の手も及んでいません。前回からのあらすじはですね、通商連合のですね、ヌートガンレイの一派とですね、まあ貿易の関税ですかね、巡って争いが起きてるんですね。まあ国連みたいな元老院がこれね、役に立たなくて、通商連合はですね、惑星ナブーを、まあ、見せしめみたいな感じで包囲したと。そしてですね、その交渉にですね、ジェダイのですね、クワイガン人とオビオンを向かわせたといったところですかね。でもまあドロイドとか前にやっつけてしまったということなんですけども、まあ彼たちはですね、ナブーの水中都市のですね、太田軍家のボスナスに会いに行ってですね、そしてそこでですね、ジャージャービンクスと出会ってですね、まあ潜水艇で脱出したと、このナブーにやってきたと、まあいったところでしょうか。下には行きません。ボタンを押しても全然ダメです。なぜでしょう。はい、行きました。ロード中でしたね。セーブ中です。はい、モスエスパに、到着しました。宇宙都市ですね。待って、陛下のパドメですね。パドメ、この星に興味が終わりだと。ユー、誰なのさ。パドメです。次女の一人です。ま、本当の阿弥陀羅女王ですよね。女王がお望みなら。では必要なパーツを扱う店がないか聞いて回ってみよう。はい、和島のですね、ジャンクショップに行くんですが、2人のですね、住民にお話を聞きます。はい、いましたね。パドメ、タトゥイン、変装ってありますね。はい、話すと。わかった、あんたに必要なのは可愛いプロペラ帽子だね。うん、プロペラ帽子、ドラえもんかよ。外せないよ、このチビもちょっとは胸を張って歩けるって。はい、 R2D2 ですね。はい、 OK。 ということ、ちょっと待ってください。はい、誰と、はい、 R2D2 も行けますのね、行けますんですよね。はい、これジャンプするんですね。おちゃんと攻撃できるんだ、面白いな、アルツ。はい、そして次もう一人。あと一人、あ、いましたね。はい、いました、いました。はい、OK、話す。船のパーツを探してるんだろう。だと思った。みんなそうなんだ。みんなそうなんだよね。やっぱりね、和島の店に行ってみなということで、和島のジャンクショップへ行きます。OK。みんなそうなんだね。和島のジャンクショップ、大盛況ですね。はい、ここの光ってるところが和島のジャンクショップになります。
はい、OK。 はい、これがワトーですね、そしてこっちにアナキンがいます。はい、こっちですね。はい、こっちにアナキンがいます。はい、かわいいですね。アナキンなんかしてます。はい、そしてアナキンのお母さんシミですね。ちょっと話してみましょう。ご用ならワトーにお話しください。はいよ、行きましょう。ワトーに行きましょう。はい、ワトー、ストーリーを続行する。327ヌビアンのパーツは共和国クレジットで2万ある。ここじゃそんなもん役立たずだ。もっと他にないか。かわいい男の子ね。ポッドレーサーを作ってるんだ。ポッドレーサーはジェダイ並みの反射神経だ。明日は分隊部のレースがある。アニーですね。アナキン・スカイウォーカー、アニー。未来のですね、ダース・ベイダーになりますけども、選ばれし者ですね。奴隷でいるには惜しい子です。聞いたぞ、レースで小僧に出資するって。アナキン、あ、やさ、かわいいですね。本当、お母さん大好きです、選ばれし者になるんですね。あの親子、ポッドに奴隷二人じゃ釣り合わん。子供だけ。まあ、ダースベイダーになるんですけども、その後ですね、シスをですね、準備が良ければ、殺しますもんね。選ばれし者だったというところですね。はい、それでは行きましょう。ここがね、長いんですよね。ですね、このウェイちゃん TV ではですね、過去にですね、このレゴゲームをですね、3つほど出してるんですね。例えば、このスターウォーズのフォースの覚醒ですね、それとか、ジュラシックワールドとかですね、マーベルのスーパーヒーローズ2とかですね、まあいろいろやってます。マーベルスーパーヒーローズが一番100本以上あったかな、攻略動画となっていますので、もし、興味がある方はですね、まあ見てやってください。それでは先進みましょう。もうすぐですね。はい、もうすぐで着きます。あ、まだでしたね。もうすぐで、遠いな遠いな。これもうちょっと近くなんなかったのかよ。というか、ここのフィールドはむちゃくちゃ広いですよね。ということは、フリープレイモードで相当遊べますよね。はい、アニーがいました。アナキンですね。はい、OK。はい、それでは、レースになります。はい、ジャバザハットですね。なんか汚いな、よだれ汚いな。はい、ビートセブルバですね、憎たらしいやつですよね、ほんと。いいか、今に集中するんだ。考えるな、感じろ、本能に従え。わかった。フォースと共にあれ。今回のこのポットレースのですね、ミニキットの場所はですね、はい、こちらになります。はい、それではですね、実際使われている地図を参考にしてですね、皆さんに、加速装置と、そして、ミニキットの場所をですね、お知らせしていきたいと思います。まずですね、下のですね、はい、赤い矢印のところはですね、はい、ここがスタート地点になります。チェッカーフラグがありますね。ここを過ぎますとすぐにですね、左に曲がるようになります。左に曲がりますとすぐにですね、青い矢印ですね、地図上の青い矢印、ここ私後からつけたんですけども、ここにですね、アクセレーターが一つあります。これ意外と分かりやすいですので、まあね、アクセレーターってね、分かりやすいところにあります。加速装置バーンと、そこを取るとですね、バーンとですね、加速して時間を稼げますので、必ずですね、全部乗ってですね、3つのチャレンジをですね、クリアしてください。はい、次、ここですね、ちょっと広いところ、広いところにバーンと出るんですけども、その真ん中にですね、ポツンとあります。これもまあ結構分かりやすいですね。ここをしっかりですね、通ってですね、加速した方がいいですね。加速しますと左側に行く方とですね、そして丘を登る方とあります。左側に行ったことはないんですけども、必ず私はあの右側のですね、丘の登る方にですね、行きます。するとですね、ジャンプします。ジャンプするとですね、
3つのアーチ型の穴があります。穴ですね、この真ん中をですね取り抜けます。するとですね、ここに、アクセレーターがありますので加速して抜けていきましょう。次はですね、ちょっとこれ若干狭いんですけども、このゲームっていうのはですね、壁にぶつかってもですね、何ですかね、クラッシュしたりですね、ガガガガとかですね、そういったことがありません。操作しやすいです。ですので今度狭くてもですね、そのまんまもう速度落とさずにですね、今度加速装置で、もっとですね、加速したらいいかなと思います。はい、次ですね、ここはですね急にですね左に曲がるんですね。ですのでこのアクセレーターをですね、まあ見逃す時がありますですので、これはですね、見逃さないようにしっかりですね、ここに乗って加速したらいいかなと思います。はい、次、ここはですねかなり広い場所になります。わかりやすいのでですね、大丈夫だと思います。このレースはですね3回回るんですね。3周します。3周するので、まあ1周目はですねアクセレーターを乗って、そして、全部乗っていくといった形、そして2回目にですね、ミニキットをですね獲得するということを目指しましょう。まずですね矢印のところですね、ここはですね、左に行く方とですね右に行く方、下に降りていく方ですねがあるんですけども、この下に降りていく方にですね、ミニキットが一つあります。はい、次、先ほどのですねジャンプ台ですね、もうジャンプ台で言ってますけども、ジャンプ台のところでジャンプします。先ほどアクセレーターの時は真ん中でしたけども、右のですね、このアーチをくぐります。くぐりますとすぐにですね、四角い岩のアーチがあります。その次のところにですね、ミニキットがございます。これですね、次はですね、矢印のところですね、ここはですね、真ん中にですねドンと大きな岩があります。左に行く方と、そして右に行く方とあります。ですのでこれを右に行きます。右に行きますと岩がですねポツンポツンとありますけども、はい、ここの岩ですね、ここの岩、右側にちょっとこう岩ありますけども、ここのちょっと奥の方にですねあります。ですのでこの岩はですね、もうぶち壊しちゃって結構です。バンぶち壊してですね、このミニキットをゲットしましょう。はい、次はですね洞窟の中に入ります。洞窟はですね1箇所しかありませんので分かりやすいです。洞窟に入るとすぐにですね左に、切られてですね、白い矢印と岩の間にですね、まあ岩にちょっと寄っているかな、岩の寄ってるところにですね、ミニキットがあります。これですね。はい、次、はい、最後のミニキットですけども、ゴール寸前にですね左側にですね、ミニキットがですね、ポツンとありますポツンとありますので、必ずですね、これしっかり見逃さずにですね、ゲットして、ゴールいたしましょう。はい、それでは実際のポッドレースの動画を見てください。どうぞ。はい、やっていきましょう。とりあえずですね、アクセレーター加速装置に乗ってですね、そしてミニキットはもう後でやっていきます。この下にですね、もう一本道があります。どん。今のがアクセレーターですね。これ3つですね、ある箇所の3つをですね、クリアすれば、3つクリアすればですね、チャレンジ成功になります。はい、ジャンプします。加速します。フルスロットルですね、今のところフルスロットルです。ドン。おっと、ミニキット取ってしまいました取ってしまいました。ドーン。あ、やばしあー、まずい、勝てないぞ。四角、はい、オッケー。はい、行きます。このまま行きます。はい、 OK。
もう岩は無視した方がいいみたいですね。そうしないとセブルマには勝てません。おっと、はい、ここどうもう右キット取っていきましょう。もうおっとぶつけてきやがった。オッケー。これ何周目、もう一周あるのかな。これが下の道です。これが下の道ですね。はい、右キットゲット。はい、おっと行きます。セブルバーダーン、見てろよこいつ、ダーン、いきます。もう早く、いきます、ダーン。はい、アクセレーター乗ります。あ、乗れなかった。やましい。ダーン、はい、抜いたぞ。セブルも抜いた。はい、オッケー。はい、オッケー。ということでステージクリアですね。これでブルーブロック1個、ゲットしました。6分の1以上になりましたね。あとはスタッド、シーンのジェダイ、そしてミニキット、あと何かな、3つぐらいかな。はい、そしてチャレンジ、あ、クリアできたかどうかですね。はい、ということでアクセレーターは全部で6個あるんですけども、階によってですね場所が変わる可能性もありますので、その辺はですね、注意してみてください。迎えに行くまでに少年を解放しておけ。はい、ダースモールでしたね、見つかってしまいましたね。そうだね、本当に出て行ってしまうんですよね。母親と別れてしまいます。とても寂しいですよね。そうです。まあね、ママつってもこの人、目が一個しかありませんけど、ぬいぐるみ、お別れの時なのね、はい、まあお父さんいないんですよね、この子ね。約束するよ。もうキリストと一緒なんですね。お父さんはいなくて生まれてます。まあ選ばれし者ですからね。お、 C3PO カバーを、カバーなしですね、カバーなしの C3PO。 え、そんな。はい、それではステージステータス、今のところ6分の0となっています。ステージクリア1、フリープレイモードが解除されました。ブーンタイブクラッシュ続行、スタートどうなりましたでしょうか。なりませんでしたね。真のジェダイは無理でした。また次ですね、フリープレイモードで、頑張っていきたいと思います。はい、次、ステージチャレンジ、アバヨスカイウォーカーだ、テイクオーバー、オーケー、すべてのチャレンジクリアです。6分の3となりました。続行、はい、ミニキット1、2、3、お、3つも取ってましたね。はい、それではですね、おっと、キャラクターと船というところで、エクストラ、アナキンスカイウォーカー、ポッドレーサー、そしてガスガノ、そして、C3PO、 まだですね、頭だけでしたからね、反転してますね。はい、アナキン、タトゥーインを立つぞ、船に戻ろう。はい、というところで、今からフリープレイモードでですね、ミニキット、それとスタッドですね、そして真のジェダイ、目指して頑張っていきたいと思います。コントローラーのですね、一番でかいところ、四角いところ、真ん中の、それを押してみましょう。そしてここですね、ここファントムメナス 32.4% ということを押してみます。はい、ブータインクラッシュ、ここですね 62%、 もう上には上がいる 100%、 前回の動画ですね、ここで、コンプリートしておりますので、ブータイブクラッシュをですね、これ 100% コンプリートしていきたいと思います。ミニキットあと2つ、そして、セブルバに勝つ必要はないんですよね、多分ね、それではやっていきたいと思います。 OK、 フォースともにあれ、よし、それでは頑張っていきましょうかね。はい、
3、2、1、GO。 まずですね、ホコマも取ったので、この先はマッシュルームメス。あのマッシュルームは食べたくないですね。ちゅうかレゴでもう一度マーホニッククラッシュして2段。はい、それと今どこかな、ここかな、こっちですね。はい、でこっちですね、こっちの穴、こっちの穴から入ってって、ここですね、ここを右切っていこう。あと1個、あと1個はどこかな、こっちです。こっち、違った、こっち、ここドン、取れた。はい、はい、ステージステータスブンタイブクラッシュということで、ステージクリアしております。スタート。はい、 OK、 コンプリート。真のジェダイ6分の5です。はい、はい、続行。はい、ということでステージチャレンジですね。アーバイオスカイウォーカーだ、テイクオーバー、すべてのチャレンジ OK。 そしてミニキット、はい、 OK、 ミニキットコンプリート。マイクロビルドが開示されました。ナブロイヤルスターシップ小型、はい、 OK。 キャラクターと船、ということで 6分の6、はい、ということで 100% コンプリート、完了しました。ということで、次回ですね、次回はですね、ダースモールですね、ダースモールがやっと登場します、ということでダースモールとの戦いになります。それではですね、皆さん、次回をまた楽しみにしてくださいね。じゃあね。